はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は、高難易度の方の、ベニエンマの方ではない楊貴妃の方ですね。それについて、解説しながらお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。まあとりあえず今回の響きがくしゃみした、びっくりした、今回の高難易度、まあ新しく出てきてるやつなんですが、正直個人的にはベニエンマの方が難しいんじゃないかなとは思っております。まああくまで体感なんですが、ということで、早速やっていくんですが、とりあえず1ターン目に関しては特に何もせずに、楊貴妃の防具貯めていきます。これ楊貴妃じゃなければまあとりあえず、アーツ系、まあバッター何でもいいんですが、防具を貯めていくという感じで OK です。でここ楊貴妃にダメージが食らいすぎるとちょっと事故ったりする可能性があるんで、そこは嫁寝の回復とか、そこをうまいこと合わせてってください。でここ運よくぶん殴れるんで殴ります。でフォーリナーとフォーリナーに関しては、与えるダメージが2倍になると言ったことで相当等倍でも等倍じゃないね、防具打たなくても削れます。結構いい感じになってるね。で、次のターンは防具打とうと思ったんですが防具打てないんで落ち、でここアーツで無敵なもんね。チャージゲン打っとくか。あ、打たないでよかったかもしれない。いや、打たない方がよかった。今のは打たないでください。で、タマモでアーツチェインして、まあ、とりあえず、あれですね。防具打てるようにしておきます。で、まあ、今、もう敵の体力が3万6000程度なんで、楊貴妃の、特攻が入らなくても、わりかし簡単に倒せます。でで。あ、これ痛いね。はい、ということで。オッケーです。でこっから防具打って倒すんですが、NP 獲得量アップ打っても打たなくてもあんま変わらないんだよな。まあ打たずにそのままオダチェンします。オダチェンするサーヴァントなんですが、ターゲット集中のキャラクターをオーダーチェンジしてください。理由としては超簡単で、この後ブレイクした瞬間にチャージマックスにしてきます。チャージマックス合ってるよね。ということで、とりあえずこっちでチェイン。で、ちょっとね、楊貴妃の体力9258、ちょっと怖いんだよね。あ、なんか鳴ってる。で、ここなんですが、もう簡単に死にます。やけど特攻入ってないんですが、15万程度。あとは NP 獲得量アップしてるんで、エクストラアタックで50ぐらいまで溜まってくれたら嬉しいな。溜まらない。マシャないか。ということで、次のやつブレイクですね。でブレイクした瞬間チャージ減、チャージアップしてこうなる。で、固定で攻撃時に火傷付与というのが追加されます。これ何回も見ることになるよ。楊貴妃で楊貴妃を殴ろうと思ったら大体そういう感じになります。でここ、ゲオ先生に、虫字あれですね、魔刀のやつですね、あのやつつけていたんで防具封印入りました。これで防具使用できなくなります。でここでね、通常攻撃時に敵単体に火傷状態3ターンという、まあ確定でね火傷にさせるやつ、これ普通に楊貴妃にも持ってきて欲しかったなっていうスキルです。でここまあとりあえず無敵撃っておいて火ダメージを抑えます。あーで NP 獲得量アップ撃っておこうか。30% にして、これで OK。で、次のターン、アーツが来るはず。で、タマモの防具で HP 回復しておいて安定ですね。あ、で、この高難易度なんですが、確か1回クリアしてしまうとなくなってしまうんで、クリアできそうになったら、もうそのまま終わりにします。で、警告。あ、NP 減少。これやられたらね、ちょっと嫌だねってやつです。あー、しまったなー。あ、まあ、チャージ減のやつあるからいいでしょう。で、防具封印状態されてたとしても、あのスキル使用された瞬間に、敵のチャージが強制で3溜まります。これちょっと厄介だよね。強制3溜まるのは普通に痛い。で、ここを攻撃力上げておいて、そのまま殴ります。で、まあ一応、防御力アップしてタマモのフォローしておきましょう。でこの後にね、この子やってくることがすごい痛いの。
痛い、すごい痛いです。でここ、やけど特攻入ってるんで、嫁ネノのバフと一応今タマモのバフが入っているんですが、わりかし簡単にポンっていきます。ダメージとして29万2000ということで、宝具レベル2だと大体こういう感じになります。宝具1だった場合、追撃入れて多分いい感じになるんじゃないかな。でさっきが29万ぐらいだったんですが、次の体力60万になります。もっと熱くなりましょう。やけどを全体に付与します。で炎症を付与してきます。で攻撃時にやけど付与、まあこれはもともとあったんですね。痛い。ただこっちもやけどである程度いい感じにできてます。でここなんですが、攻撃を受けるとやけども追加されます。なので本来だと元々あるスキルが常時発動してるって感じですね。これ普通に痛い。でここね、倒してしまうと怖いんで、宝具打った時に敵が倒れた瞬間ちょっと遅くするためにエネミー消失オフにしておきましょう。でここ普通に殴ると、でまあ圧性のアップがなくなっているんで、さっきより火力は出ないとは思うんですが、まあ火傷があるんで特攻乗ってドンって言ってくれるでしょう。ダブルだ。あ、さっきより出てるね。31万7000。で攻撃するたびにこっちやけどになっていくと。でこのやけどダメージちょっと見といてください。こんな感じになります。もうなねって感じだよね。そんなーっていうやつです。それは卑怯だよ、やめてよってやつだよ。でアップになったね。でここなんですが、嫁ネロを生かさないといけないんで、このまま嫁ネロ生かします。で防御も上げておいてって感じですね。でこういう時、アスクレピオスとか、弱体を解除してくれる系のサーバントがいると、まあ比較的に、簡単に攻略しやすいかなと思います。俺今後ろに何いたっけ、まあいいか。でここ普通に、まあ本来だと嫁ネロの宝具である程度削っていくんですが、ないと。で今回ね、敵がホーリナーということで、名前が出てこない、痛い、やけどダメージマジで痛い。バーサーカーが使うことができません。なのでそこだけ注意してください。バーサーカー使ってもまあ勝てるとは思うんですが、チェインをガンガン組んでるんじゃないかなとか思ってます。怖い、やけど嫌だね。でここポイントなんですが、この炎症状態ですね、やけどのダメージがアップするやつ、これに関しては前にいる前衛のキャラクターしか、食らわないんで、まあ、そこだけは安心しても大丈夫なんじゃないかなと。でここはもう普通に攻撃力アップさせて、あ、ターゲット瞬時使わなくてよかったね。まあただ嫁ネロである程度殴って、まあ、確定で勝てるようになったらこの動画は終わりましょう。で一応攻撃力アップとかいろいろ入れてるんで、嫁ネロ当倍でも結構出てくれるはずなんだけどね。さすがに10万は出ないけどね、もちろん。うん、うわっ、ちょ、13万出た、やばい、死ぬなよ。ああよかった、セーフですね。ということで、攻略に関してはこういう感じでできるんじゃないかなと思います。怖い。ということで、とりあえず攻略に関してはこういう感じでもすることが可能です。今ねちょっといきなりメインメニューに戻って怖かった、あ、これ消えたんじゃねって思ったから、それがなくてよかったです。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。これ以降に関しては高難易度の方に関しては、生放送の方でやろうかなと思っているんで、低レア攻略とか気になる方はそちら見てもらえれば幸いです。それじゃあバイバイ。Shoot.